タルミ鉄道ハイモ295から310系。機動車は1999年に一両が製造されたタルミ鉄道の機動車である。第3セクター鉄道協議会の標準仕様に準拠している。1984年10月に日本国有鉄道、タルミ線を第3セクター鉄道に転換して開業したタルミ鉄道が、 開業時に投入したハイモ180から200系の老朽大替用として1999年に一両を製造したものである。形式名、ハイモはハイスピードモーターカーの略295は馬力表示の機関出力を意味している。明治鉄道は智重系機動車以降の富士重工業製第3セクター鉄道向け機動車で採用された標準仕様に準拠し、 長良川鉄道ながら3型機動車に続いて、車体長が16メートルとなった。エンジンは、電子制御の PF6HT03、ディーゼルエンジンが採用された。従来車両との総括制御が可能である。正面貫通式、両運転台、トイレなし、ロングシートである。ハイ二230から312に続いて、池田正雄がデザインした外部塗装が採用された。 車両番号の下2桁はハイモ230から310型と連番で315となった。第三セクター鉄道協議会の標準仕様に準拠。前面は貫通式。乗務員室は左側に設けられ、乗務員用扉が設けられた。前面ガラスは乗降時の状況確認用以下のため側面まで回り込むものとなった。標準仕様に基づき、 車椅子での乗降に対応した幅 900mm の引き戸の客用扉が片側2箇所、両車端に設けられた。扉間には幅 1200mm の上段固定、下段上昇の窓5組と、同構造の幅 670mm の窓1組が設けられた。車体外部はハイモ230から312に、続いて池田マスオデザインとなった。車内は、 全席ロングシートとなり、車椅子スペースが設けられた。FU34 系台車写真は、しがらき高原鉄道、SKR310 系のモノエンジンは、電子制御の日産ディーゼル製、PF6HT03 ディーゼルエンジンを一気搭載、動力は、新構造機製、スカー0.91バイトから 4D1 液体、変速機を介して二軸駆動の台車に伝達される。 変速1段から変速2段へは自動切り替え、変速から直結へは手動切り替えとなった。従来車両に対して出力を向上し、冷房使用時や連続勾配での運転に余裕を持たせている。台車は上枕空気バネ、軸バネ式 FU34KDT が採用された。台車には砂3装置が設置された。制度装置は 大荷重装置付き SME 参観式直通ブレーキが採用された。デッドマン装置、と兵保安装置、列車無線などが追加され保安度の向上が図られた。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である。冷房装置は機関直結式の能力2 7 9キロワットのものが設置された。水潮液に侵入する範囲295から315。 ハイモ180系の代替用として製造され、ハイモ295から315の収益でハイモ180から201が配車されている。車両番号はハイモ230から310型と連番となっている。タルミ鉄道、タルミ線全線で運転され、従来車との連結運転も行われている。2010年2月に発生した踏切事故で運転不能になり、 車両不足に対応するため2010年3月から10月まで、長良川鉄道から長良一型長良10が借り入れられた。ありがとうございます。